今回のハウトゥーナビは収納置き場の作り方を紹介していきます。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのはガルバニウム波板7尺、ガルバニウム角板6尺、単管パイプ1500ミリ、単管パイプ2000ミリ、2×2 材6フィート、ガルバニウムデズミ6尺、パイプジョイントコーナー、パイプジョイント、ビス 3.8×25mm、 サドルバンド40、波板ビス木下地、電動ドライバー、水平器、丸ノコ、波板ハサミ、六角レンチ、メジャーです。材料をそれぞれのサイズにカットします。単管パイプ 1500mm 4本をパイプジョイントコーナーでそれぞれ固定します。支柱フレームは土台フレーム後方に単管パイプ 1500mm 2本と前方に単管パイプ 2000mm 2本をパイプジョイントコーナーで固定します。屋根フレームは支柱フレームに単管パイプ 2000mm 2本をパイプジョイントで固定します。2×2 材3本にガルバニウム波板を3枚重ねて固定します。組み立てた屋根を屋根フレームに乗せサドルバンドで固定します。支柱フレームに 2×2 材6本をサドルバンドで12箇所固定します。外周板は左右面と背面の計3面にビス止めします。一面に対してガルバニウム波板は3枚重ねて使用し、それぞれビスで固定します。最後に電動ドライバーでガルバニウムデズミを4箇所ビス止めして完成です。いかがでしたか？自転車や運搬用一輪車、パレット置き場の収納スペースに使用してみてはいかがでしょうか？ぜひチャレンジしてみてください。